こんにちは、プロコーチの望月宏です。いつもご視聴ありがとうございます。今日のお話はですね、上手い人の常識ですね、これを知ることによって、上達も早くなるという、そういうお話をしていきたいと思います。上手い人と下手な人では、やってる行動が違うということなんですね。まず一つ目、上手い方というのはアドレスした時にやってる作業が違ってきます。まずは、打つ前にどういう球を打つかを決めています。球に聞いてくれっていうふうに思っている方はもちろん、コントロールができてないためにもうほぼやけくそみたいな形になっている方がいるんですけども、そうではなくてどういう球を打つかっていうのはまず決めるということになります。必ず何をしたいかというのを決めるというのがまず最初にあるわけです。そしてそのために、まずは、素振りをします。素振りでどういう球を打ちたいかというのです、ね、決めた、クラブの動き方、そしてフェースの動き方、または体の動き方などの、クラブや体の動きをどうするかというのを決めた素振りをしてるんですね。でその時というのは、今振ってるようなテンションで割とゆったりこう、ね、振ってます。その方が動きがよく分かりますので、どういう、スイングで打とうかっていうのを素振りで決めてます。例えばフェードボールの場合は少しアウトサイドインの軌道ですね、クラブが外から降りて左へ低く、振るという動きになります。次にドローボールの場合は、内側のインサイドから降りて外側にスイングすると、このクラブの通り道の軌道を決める素振りとフェース面を決める素振りをしているということですね。打ちたい球の素振りをするということです。それがまず一つ目となります。で次にアドレスに入った時ですね、体の向きとフェースを合わせた後に、フェースとターゲットを見てるわけです。ボールではなくてフェースがターゲットに向いてるかな、それと弾道の高さですね、フェースのこのロフト角ですね、こちらのこの角度がどの上を向いてる角度がありますね、これを見て球の高さを決めたり想像しているということなんです。ですから必ずこうフェースとターゲットを見るということです。でこの時ですね、フェースとターゲットを合わせる時にあまりボールとクラブが近いとフェースが見えませんので、少し間を空けて構えると、フェースが見やすくなります。このぐらいですかね。それでは当たってしまいますから、このぐらいにするとフェースとターゲットが見やすくなります。これでは近いですね。このぐらいは開けます、そして、フェースとターゲットを見ましたら弾道のイメージをしてからスイングに入ります。こういった手順で、上手い方はボールを打っているということです。このフェースを見てどういう球を打つか、どういう高さを打つかというのを総合してスイングに入るというのがゴルフの常識となりますので、今までボールを見ていた方は損をしていたわけですね。フェースを見て想像するというね、いい球を打とうというのを決めて、これから練習もラウンドもしていただくと、少しミスが減ってくると思いますので、ぜひこういった練習をやってみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。